オキサゾリジンは、三つの炭素原子と一つの窒素原子、一つの酸素原子から構成される五因間化合物である。酸素原子と n h 基は、それぞれ1位と3位にある。オキサゾリジン誘導体では、酸素原子と窒素原子の間には常に、炭素原子がある。オキサゾリジンを構成するすべての炭素原子は、オキサゾールやオキサゾリンと比べて、還元型である。 オキサゾリジンジオン等のいくつかの誘導体は、抗転換薬として用いられる。ビスオキサゾリジンは、二つのオキサゾリジン肝を持つ化合物であり、ポリウレタン塗装の調整剤等に用いられる。肝は、湿気のあるところでは、加水分解されて、アミンとヒドロキシル元を生じ、これらは、ジーソシアネートと反応して、皮膜を形成する。 ポリウレタン系でビスオキサゾリジンを用いることで、イソシアネートと湿気の間で不足の反応が生じ、二酸化炭素が放出されることを防ぐ。二つのオキサゾリジン間の間の結合部分の選択は、この用途に用いるのに、大きな影響を与える。硬い結合は、ポリウレタンの高度を上げ、柔らかい結合は、皮膜に伸縮性を与える。イソオキサゾリジンでは、 窒素原子と酸素原子がそれぞれ1位と2位を占める。これはイソーキサゾールの方はアナログである。ありがとうございます。